9月以降結構忙しくなりそうで、ずっとブランド展開やりたいって言ってましたんですよね。言ってますね。もうワクワクしてジュリアさんとかひなちゃんとかウィットからブランドとか今徐々に始めてて、でその第3弾のクリエイターで夏木さんの話が今上がってるんですよ。よかったよ、夢かなうよ。名前が上がってるだけでまだいやでも結構ほぼ確な感じで、なんかアパレル系のブランド、ジュリアさんとかってアパレルじゃないじゃないですか、美容系のやつじゃないですか、アパレル系もちょっとやっていきたいっていうビットの方向があって、でそこで名前が上がったのが夏木さん、一応社内の倫理はもう降りてて、あとはもうクレーター確認だけみたいな。ただまあずっとやりたいって言ってたから多分 OK だろうな。僕はじゃあ女性ブランド、ああやばこういう感じなんですか。こんないきなり言われるもん駆け回るとしても、いや普通に夏木個人の、あ今回は夏木だけ、ああ頑張れよ。で今までもグッズで結構アパレル出してるじゃないですか、グッズの扱いってなると思う、最初の細かい生地選びとか形とかそういうことあんま入っていけないじゃないですか。そうですね、なんか限られた中でしか自分たちのでそこでどうデザインしていくかみたいな。なんですけどブランドの場合はもう完全に01、もう生地どれにして形どういうふうにボディにするかっていうところまで自分たち考えられるんですよ。楽しそうで、ロゴを何入れる、まあロゴ何入れるかは今までと一緒なんですけど、っていうのがまあブランドとグッズの違いだから、よりなんか自分がやりたいことが形にできるみたいな。前から言ってたんですよ、なんかもういつかは自分の作った服をみんなに提供したい、でもね YouTube 始める前からもそういうの夢があって、どうせうちじゃ無理だよみたいな言ってたけど、ついにやばこんな叶うもんなん、頑張ってきてよかったよね。ただ1個問題があって、まあ結構そのブランドでもう何千枚とか枚数作らなきゃいけなくてじゃないですか、それで金額で、今見ると結構海外の会社ともやり取りあって、その海外なんか確かパリだったと思うんですよね。パリかどっかの会社と協業してたんですみたいな、でそこブランドとかじゃなくて、そういうなんか海外のモデルさんとかそういうところの中に育成みたいなことをしてる、スクール的な感じでやるメリットって向こうと協業することによって向こうのコレクションとかに出れるんですよ。へえ、やば、話がでかすぎる。東京でいうとガールズコレクションとかそういう系のパリバージョンで、もパリって本場じゃないですか、ファッション。ただそのあくまでそのスクール的なところに通うっていう系なんで、結構2ヶ月とか2ヶ月パリに行くんですかになっちゃうんですよ。えが問題になければって話なんですよ。え、2ヶ月間パリ行くんですか。やば、よかったやん。いいの楽しみだね。あ、一緒に行けるんですか。いや、一緒じゃないです。てか僕も行けないんで。無理無理。完全に。ただ向こうになんか日本の通訳さんがいるみたいなんで、まあその人と一緒に。まあ女性の方らしいんで。俺は？まあ一応行ければ行けるんですけど、その宿泊代とかなんか寮みたいなところに入るんで。エアチケット取ってホテルも自分で押さえて、やば、なんでそれ。だからさすがに行けないし、まあ、その間、まあ、当然ね2ヶ月活動休止というか、まあ日本での撮影はできないからどうしよう。いやーでもそれってかけまるも活動してる上でのなっちゃんも好きな子がいっぱいいると思うんですよ。休止ってなったらやばいんじゃないですか。か俺が一人でやるか、深谷さんみたいな。いやー俺一人で10あるありますか。かけまるでどうですか。ええーも寂しいし、2ヶ月は無理。そんな最初に出てこないのやば。そこは思ってた。やばくないですか？無理はできないのか。いや、でも違う、俺はついていこうと思ってました。無理だよ、1人。やはり相当高いっすよね。ホテル2ヶ月間って何百万とかする。もっといくんじゃないですか。パリめっちゃいいっすよね。最初の1週間ぐらいは僕は帯同できるんですよ。あ、そう。マネージャー分だけなんですよ、ここは。なんで彼氏分なんだよ。彼氏分ないだろうって。待って、楽しくない？会えなくていい。パリって何語ですか？パリはフランス語で。英語でいける。ムワップがいるところ。ムワップ会える？ムワップ会える。行きます。寂しくないの？寂しくないの？寂しくないの？絶対寂しがりますよ。家からったらやっぱ行きたくないって言いますよ。行ってる間にどうするかですね。まあでも普段できないことはできるようになりますよね。夏希がいないから。それ動画ですか？いや。違う。いつもなんていうの、バレずにさ使用するからあんまりいい気持ちでできてない。何を話してんの、深谷さんの前。だからそうなんていうの、軽いバレした気持ちでできるメリットあるんだけどデメリットが多いんですよ。パリで そのルーティーンとか出したらすごい需要あると思う。ジュリアさんみたいなチャンネルになってて、やばい。かけないつの間にか俺裏方だって俺裏方あるの。編集だけ送る素材送る。俺が編集するから。なんだっけ、ギガファイルにパリからできますよ。さ、来るって言ってたけどさ、ウィナーズあるから無理じゃね？あ、そうじゃん。そうなの？行けないですわ、そしたらパリ。まあそうですね。まあだからなんていうの、みんなの時は帰ってきてちょこちょこさ、入ってくるからさ、その1週間とか行けない。帰ってきたのに時差ボケで全然ないし。やめろよ。だからそういうのがあるから。確かにそれあった。でもその夏希のやつはもう全部負担してくれるんですけど、向こうのスタバとかうまそうじゃないですか。めっちゃ美味しそうやね。確かに。ちょっとさ、向こうのカフェとか変わるんですかね。朝フランスパン。ああ、めっちゃいいですね。てかその夏希のお金は全部。フランス料理って何でしたっけ？フランス料理って何でしたっけ？フランス料理はあれはアヒージョとか。絶対美味しいでしょ。フランスといえばアヒージョ。あ、フレンチか。フレンチか。ああ、そうです。フレンチトーストっていう由来が。夏希のお金全部出るんですか？あ、出ます。やって答えてくれば。夏希は全部出て、その宿泊。いやー、これちょっと一回二人で話しないです。まあ別に今日決めなくていいんで、一回持ち帰ってもらって。深谷さん一瞬5分ぐらいいいですか？何です。一回二人なので、二人で一回話します。怖いぞ。ありがとうございます。かけまる。今まで頑張ってきたからこういうチャンスが訪れるから。でもいいけど、俺は寂しい。行くなって言ってよ、恋愛が。行かないで。違う、行くな。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 俺のそばにいろ。ずっと俺のそばにいろ。キモい。普通に考えて、例えばの話じゃない。将来何が起こるか分かんないけど、まあ、80年一緒にいるとすんじゃん。その間のたったの2ヶ月間。自分の将来の夢に近づくために。その2ヶ月を使う。あ、ちょっと待ってください、深谷さん。そんな入ってくんのかしら。ね、80年中のちょっとした2ヶ月間。俺は一人でフランスに行って自分の夢に近づくかって考えたら短くない？まあでも、なあちゃんが行きたくない、寂しいだったら、まあ、日本でもやれるし。けど、このチャンスはもう絶対にやってこないと思う。なんか、夏希はガチっすね、わかんないですね。いきます。え？ちょっと待って、結論出てない。違う、結論出なくて、寂しい。まあそれは寂しさはありますよね。で、なんかファンの子が離れるのが嫌だから、YouTube をやりたいみたいに言ってたところ、なんか行かない気が強かったですよね。はい、実は皆さん、こちら半分ドッキリで半分ガチです。で、詳細についてはまだ言いません。動画の最後に重大発表としてご報告するので、ぜひかっくんの反応を楽しみながら最後までご覧ください。それでは続きをどうぞ。彼氏として応援した方がいいですもんね。彼氏としてもメンバーとして、そうですね。サプライズで会いに来るとこもできましたからね。ちょっと何も入ってなかった。できました。できました。そう。いやー、企画の幅は増えるけど、寂しさ増えるばっかですね。歌にできそうだね。歌作ろうかな。企画の幅は増えるし、夏希さんが2人の時間は減るけど。YouTube の投稿頻度も減るけど寂しさは増えるよ。あと何が増える？オナニッシュ。かけまる。頑張れ。ちょっと椅子に入ってもらっていいですか？椅子に。え？何カメラ？ちょっととりあえず椅子に。サプライズ。結構重要なことを思い出しちゃって、なんかガンちゃんのツアー行くって言ってたじゃないですか、12月。あ、そうだってなるとパリとかぶってるから、え、無理だですよね。え、多分そっち優先した方がいいと思うんですよ、ガンちゃんの方。ソロツアーですもんね。うん、初めてのバカでしょ。パリは、いや、無理です、すごい。了解です。じゃあなしにしましょう。なし？さすがに無理でしょ。何を言ってんの？これやめましょうか。やめましょう。ちょっと待って、これ絶対パリドッキリやん。もしも彼女が会えなくなったら彼氏はどうするのか。さっき撮ってたってことですか？うん。ドッキリ。なんだよ。面白くないってこういうの。まあパリドッキリなんですけど、はい、実は半分は本当です。は？実はなあちゃん、個人でお洋服出します。マジ？え？やっとガチ？やっと自分で考えたお洋服を出します。今着てるやつ？違います。え？マジ？はい。すごくね？すごいでしょ。もうブランドってこと？ブランドではないんですけど、まだちゃんともう生地とか色、素材とかロゴとかね、デザインとか全部私が考えたものが出来上がります。え、ほぼブランドじゃないですか、そんなの。ほぼ名前のないブランドですか？まあすごいね。それ一人でやんの？はい。やばっ。やります。なあちゃん昔からやりたいっすよ、夢が。じゃあ半分かなった。そう、かなった。半分ってか別にパリは夢じゃなかったけどパリは行かないけど個人で服を出すのらしい。本当です。すごいやん、念願の。よかった。そして、はい、なんとまだあんのかけまるからも新しいアパレル制作決定しました。どういうこと？なあちゃん個人のとかけまるのも出す、一緒に。あ、ファングッズってこと？違います。違うんですか？違うんです。今回は、今まではね、私たちなんかもう型が出来上がったものを選んでデザインしてみたいな感じだったじゃないですか。まあ、ファングッズみたいな。かけまるの服でよくわかる。そう、今回はですね、私服でも全然着れるっていうか、はい、デザインも一から考えます。生地の型も考えます。ガチ？え、俺がずっとやりたかったこと？はい。でもそれファングッズじゃないやん。そう、ファングッズを超えたグッズです。かけまるのブランドやん、もう。ブランドと言っても過言ではないぐらい持ち込めて作りましょう。やばいね。ガチ？それも決まったの？決まりました。ついに？ついに。俺があんだけやりたいっても、はい、まあ今ちょっとみたいななってたの。やったー。ハッピーハッピー。やばっ。え、じゃあ俺らがよく着てる好きな生地、形、色にできるってこと。そう、全部自分たちの思うままに。やば、オリジナルやん完全に、はい。まあ、もちろん今までもその自分たちにこだわれる部分は最大限はこだわったんですけど、限界があったからね、うん、ゼロから。深谷さん、これマジですか？これはマジです。俺の夢も叶ったじゃないですか。工場とかに行って自分たちで目を見て生地とか決めれるってことですか？そうですね。なんかそれがもう来週あたりにもう行かないといけないんで。だって1時間かかりますもんね、それ。今9月の上旬だから。いつですか？もう12月ぐらいには販売したいなって。年末。いいじゃん、年末。で12月に今せっかくそういうなんで今までと全然違うような、まあすごいクオリティ高いものできると思うんで。はい。そのタイミングでイベントとかもちょっとやりたいなって。オフ会的な、会えるオフ会なのか、ポップアップイベントなのか、なんかそれちょっと何かしらの、そうですね、ファンと交流できるようなイベントもやりたいなって。これも初めて聞いた。やばっ。じゃあみんなの期待に応えられるように頑張って作りましょう。頑張ります。楽しみにしててください皆さん。イベントもあるかもしれないので、はい、ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録、Instagram、Twitter のフォローと TikTok にもしてください。お願いします。やばいわ。夢叶ったよ。まだ叶ってない。だって出来上がって皆さんの手元に届いたら叶うから。確かに。マジで楽しみ。もう楽しみ。みんなの反応が。それでは次の動画でバイバイ。うちのね、コンセプトというか、自分の服を選ぶときにどれだけスタイルをよく見せるか、大事ですね。なんですよ。いや、みんななあちゃんのその個人ブランドみたいなやつを買ったらなあちゃんになれるんですね、みんな。そうです。じゃあ楽しみにした方がいいですね。